するしない？それでは今回の匠ご覧ください。ドン4局開始です。皆さん手配を開けてください。キムさんはペーチャドラはチュンです。はい。先ほどはね、親かぶりで終わってしまいました。そうなんだよ。19,100ちょっと厳しいですよね。現状ラス面ここからどう立ち上がってくるか。ずっとねハイパイ良くはなくて、これですらちょっとねなんかよく見えてきますよね。本来いい方かなと思うんですけど、確かに上を越えるのはたくさんありますもんね。本来そうでもないんですけど、もうここまでのね、ハイパイ見てるとマシに見えますよね。3色見えるっていうのが、ああもう嬉しい。ああ来ましたパーピン。これ最高ですね。はい、これも同じく、全局と一緒で、もうリーチに持っていきたいので、ちょっと面前限定縛りは遅くなりがちなんで、決着順目遅らせたいんで、薬牌残してるとポンされやすいから先に切って泣くなよ泣くなよと。決着順命遅らせようぜと。押すなよ押すなよみたいな感じで思うんですね。そう。本当薬杯ポンはねスピード感かなり出るんで。本当にこう開けた瞬間からストーリーをしっかり、テーマとストーリー考えての打敗選択で、しっかり道しるべが立ちますね。そう。ストーリー本当に大事だと思う。本当ね第一打選手権とかを本当にやりたいなって思う。第一打選手権。そう何を狙ってこれね。うわって思う人も視聴者の方でもいると思う。これね、僕これ嬉しいうわです。お宝来たなと。安牌。ってことですよね。3枚目ですもんね。この発はね、嬉しいんですよ。僕の感覚だと。もう。これジャントにしたくないですしね。もう面単品3色にしたいんですけど。はい、なるほど。じゃあ残して違うのを切るわけですね。はい。で、もう。安全度高い、何とシャアの比較で何の方が安全度高いので、はい、1枚切れています。いやでも分かりやすい、確かにそうですね。泣かないこういう手ですと、こういうの別に重なってもね、リング消えちゃうし、タイヤも消えちゃうし、嬉しくないですもんね。そう思うんですけど、これ安牌っていう価値があるので、ぜひ喜んで採用。重なっても別にもうなんかシャーペーみたいな、安牌みたいな風に思えばいいです。問いつって見なくていいんで。3品はつもぎり。そうですね。上茶のね3品手出しだと異常事態なんですけど。見とくの大事ですよね。そう。手出しつもぎりってね、プロって覚えてるんですかってよく聞かれるんですけど、覚えなくていいですよね。見てればなんとなく大事な情報は頭に入るんで。あの3品が手出しっていうのを見てると、えってなって自然と覚えちゃうんですよね。でもつもぎりだったんで特に気にせず、はい、3巡経過でね後夢の3品もつもぎりなんで、記憶しなくていいです。3巡経過で大事だったのは親がね数番切ってきたこと、3巡目ちょっと証拠ありましたもんね。とあとまあ3巡じゃないですけど4巡目のダブトン切りのね、上茶下茶が安全牌。まあでも数牌がねどの道切れない面単品3色が理想なんで、自牌のどれかが、そうですね、難が2枚切れと、難発もこれお宝2個ある面単品狙いっていうね、結構攻守安定したいいですね、手格好です。ここで数ピン、いやー何はつもぎりなんで見ないとして、数ピン連続手出しの親がやっぱりね怖いですね。あと安牌の発を消費したなんちゃもまあ普通に進んでて、もうこの曲ね3人ともそこそこやる気ありそうなんで、まずいじゃないですか。でそういう時に限って自分もいい手なんで戦わざるを得ないので、自分も超順調だけど相手3人も超順調なんで、ちょっとこの曲はかなりバトルになりそうですね。相手順調って少し思ったけれども、自分本位ではいは選んでいく。もう将来バチバチやるの覚悟で、もう喧嘩上等ですね。喧嘩上、初の方が安牌だ。ごめんなさい。結構ネガティブシンキングが多かった曲がね前半ありますけど、今回はもうこれははいいきますよ。これはやるぞと。やるやる。でもし持ち点が3万点オーバー4万点ぐらいあるとちょっとチーソーをね何残してチーソー切りとかにもなるんですけど。ちゃんともうそ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 う急須の受け入れがねもう不要なんですよ。けどね今回はトン4曲この持ち点だからこその打ち方なんですね。そうですね、やっぱり状況に合った判断をすることが大事ですね。4万点あると上がれなくてもいいんですけど、相手のか自分が上がれないってことは相手の加点にほぼなる。それでもいい4万点あると。191の場合は自分が上がれない相手が上がる、それも本当に嫌なんですよ。より悪化していくんで相手に上がらせないためにももうこのチーソーすら採用してちょっとスピードも見ながら、もちろん面単品のコーダーにするのが本戦ですけど加点の局面ですもんね、これは。いやでもねそろそろね噂の67巡目でございます。いやでもやっぱりラス目っていうことでまだチーソー引っ張りましょう。やるか、はい、頑張りましょう。このペイも安牌じゃないのもあります、はい、親の現物親一人だけなんでというなんちゃしゃちゃからリーチ受けるとペイは結局で安牌ではないので、はい、いやでも本当に濃い牌がもう皆さん出てますからね。いや本当にね怖い、正直ねドキドキする。最悪なパターンはもう切り遅れる感じですね。あスッチーワンが4枚、薄いね。ねえ、今度アッパーワンつもぎりやばいこれチューンはねもうこれどうします、ほぼ誰かが統一だと思います。この雰囲気確かに、はい、みんなまっすぐ打ってきてるんでチューン1枚ちょっと引かされちゃった人はちょっと控えめになりがちなんですけど、みんなちょっとね、僕ですね、控えめなのは、ちょっとね、さすがにもうチーソーです。はい、酸素カウソあたり引っ張って、面単品にならないと。うわー、なんだ、うわー、単葉じゃねえ。はっきり言った、あれは単葉じゃない、そして出てきたのは3品、安全度の高い3品だ。下茶が本一なのか、親ですね、本一の可能性と、想図が。全部ソーズじゃないドラのチューン持ってる2パターン、白もまだあるのか、1枚切れですね。いやー、全て含めるとかなり嫌な感じ。嫌ですね。その白のみのパターンが唯一あるけど、はい、まあやっぱり本一とかドラとかがねあることも。うわー、もうバチバチだわそれに対して3ワンと3ソーズチューンとか来い、ダメだ。厳しいですね。これね。パーソン三枚目。はい。いきなり元気なくなりましたね。俺はやるぞって言った数分前を返してほしい。本当だよ。弱気で、もう急走すら打たなくてもいいんですけど、そうすると、どうせね、もうチューンとか打てないし。下茶がね本一で高いとすると急走ね地位とかロンも嫌だしっていうと、ここを切っていくのかと触りたくないところ触るんですか、で、まあ、それでもいいんですけど、はい、今回ラス目なんですよ。そんな人がまた我慢して、これ僕が我慢することでこの親に嫌がらせ、こういうのを地位されるローンされる可能性ある牌切らずに親への嫌がらせをして喜ばないのは私と親です、手が絞られる、喜ぶのこっちなんですよこっちに喜ばせるのもう嫌なんで、ここはちょっとねもう地位されてもいいです。わがままに、はい、可能性が低いのもあります。パスト3枚見えてるんで、じゃあ急速切りましょう、はい、もういいです。地位されてもいい、ロンされてもいい。いい子ばっかりしてられないですよね。そうそうそう、そんなあんな急走止めてなんちゃしゃーちゃ喜ばせてもしょうがないんで、問題はチュンですもんね。とはいえねほぼいかないんですよ。チュン打つかはかなり微妙なんですけど、誰かがね、見せてくれたり重なれば一番いいんですけどね。はあ来たリーチ、ああいいそう。まあね、予定通りですよね。この曲は自分以外の誰かがもう泣いたりリーチしたりしてもうバチバチになるっていうのはね言ってたんですけど、バチバチになってくれるってことは横移動増えます。はいね、はいはい。ってことは安全に、そうです、もう手は折ります。はい、打てない牌があってリャンシャンってダメですね。ここから降りる勉強をしていきましょう。そうですね、もう想像はね、どうせこっちにもスーソパッソ通ってないし、こっちにも泣かせたくないので、はい、候補から除外ですよね。はい、マンズカピンズカ発なんですけど、問い面がさらに追っかけリーチくる可能性も今あるんで、発はちょっと温存しましょう、はい、できれば上茶だけに通ってて、問い面には通ってないマンズカピンズを打ちたいんですけど、うんうん、上茶の現物リャンピン3ピンどっちも問い面に通ってますね。ね、残したい、うん、まあそれしかないな。リャンピン3品しかないな。以上ですか。あとまあハツはやっぱりね、まあそうね、まあ結局リャンピン3品が問い面に通るんで、じゃあそうか、ハツですね。ハツでもさ4枚目ですからね、うん、安全、一番安全、うんうん、まあ安全なの結構あるけれども、うん、続くかどうかが問題ですね、これは。ただ押してくれると安牌はすごい増えるんで大丈夫です。手出しトン、おー、なるほどね。張ってはなかったぞと。まあさすがにチーソチーでは張ってないね。これはなんか無筋とか危険牌引いて降りたのか手が進んだのかは全く分かんないですね。まあでも今まで張ってなかったってことだけ分かると。そうですね、それだけ分かりますね。すごい現物です。手出し現物ですね、はい、まあトンとか数ワンで100判断するのは早くて、うん、まあ一手進みましたが、さすがにやっぱりチュンが残ってる以上は、あと換算素もちょっとね2枚切れで染めてる薄層を、数値はも12345枚見え、ちょっと価値低いですね。現物にしましょう。いいシャンテンとはいえ価値が低い。はい、はい、まあ、一応復活を見てウーピン引き戻しの方がありそうと。はい、かなり辛いのに丁寧にそこまで考えて選んでるんですね。そうですね、まあ、本当にね苦しくて加点がほぼほぼ無理な曲もしっかりと、ただ降りるんじゃなくて、問い面がここで何を切るか、うん、今は筋ですけど通りやすそうな、まあかなり通りやすい。お声なしかな。お声なし、確認しました。声入りません。チュンが通った。これさ何なんかいけるんじゃないですか。一瞬でいけそう。ギャンピンを返してウーピンを引き戻しあるよ。ローピン、まあとりあえずね、ただちこれねチュンを合わせたくなるんですけど、はい、ダメなんですかこれね。今合わせないんですか。チュン統一トンチャかなんちゃがチュン統一だとしたら、降りてるにしてもそこそこポンになりやすいんですよ。ドラの表ドラだけは表ドラの価値が高すぎて、降りててもチュンポンはそれでもされやすい。声かからなかったんで、1枚1枚か1枚0枚か0枚1枚の可能性が結構上がったんですよ、うんうん、11だったらねもう山には残ってないんですけど、どっちかに0枚どっちかに1枚だ、山に1枚残ってる。これね重ねに行く手があります。デメリット、自分が重ねちゃうってことですか。はい、はい、それ考えてもいいです。じゃあ残しましょう。ただ切り遅れるリスクもあります。下茶はねまだ手を歪めてないんですよ、はい、トンとペイは別に手にいる牌を切ってるわけじゃないんで、うん、うまくねチュン短期に本一のチュン短期に回り込まれる可能性もあるんで、痛い方針です。まあ、やっぱりチュン切りですね。はい、いろいろありましたが、はいはい、ただ安易にねチュン合わせないっていうのは、自分が重ねちゃう作戦は確かに私の思考にはありませんでした。下茶はウーワンつもぎり。ウーワンはワンチャンス、数ワンが3枚見えてるけど無筋なんで、うん、3枚目のチュンが見えましたね。出だしでした。下茶はやっぱりね形残ってるんですよね。さあどうするでね、9ピンチはね少しだけあります。どういった方向に行く地位なんですか。一応ね一手進むんですよ。まあ微妙、ほぼ 0.1 歩ぐらいの前進なんですけどいやでもその思考もあるんですね。チーピンパーピンって風呂で使っちゃいます9ピンチーだとするとね、チーピンパーピン別に風呂で使うデメリットがそんなにないんですよ。結局打たないんで手に残ってたところで現状無筋、はい、ほぼこっからチーピンパーピンを切るっていう選択肢がなくなってもいいかなと。手配的には9ピンチーしても果たして進んでるのか微妙なんですけどそれでもまあ天敗までの道のりは一歩十何歩ある中の一歩ぐらいは前進な 0.1 歩前進ぐらいなんでやる手はちょっとあるなと。あと背底をね、このままだとシャーチャが背底なんですよ。あそうだ、それをもらうっていうのもあって、いやいろいろあってのその泣きはあるんだよ、すごい休憩が1ミリもないですねキムさんの脳みそは。でも結局 0.1 歩ぐらいの前進にしかならないっていうメリットが薄いのでやめましたね。あと現状すでにアンファイにもちょっとね3ピンと E1 しかないですかね。あウーアンもか3枚か、一応ねアンファイ結局引かないままチーピンパーピンが通ったりして、あここでさらさなかったらチーピン現物になったら打てたじゃんとかの未来も潰しちゃうんでちょっと降りるのも心もとないっていうのも総合込みでスルーします。あと K.1 本になるのもねデメリットですね。これで上がり見えてきましたね。はい。この手いけるんですか？いけるね。これでね、はい。3ピンがもう打てる範囲なんで、そうですね。しかもヤンピンがないんでね。ヤンピンが4枚切れなんで、関羽ピン関三層のね地位点も取れるいいシャンテンになって。いや本当ですか？これ。よかったですね。よかったです。はい。ウーピンっていてもおかしくないですね。おかしくないですね。なんならこれ換算層を引いたら、関羽ピンリーチにしたいですね。逆はないですか？逆はないですね。3層はもうすでに2枚見えで下茶が想像の下目を持ってる可能性かなり高いんで、先生これね、これはさっきの9ピンに比べたら100倍ぐらいチーしたいですね。なぜならやっぱり関羽ピン限定だったのがそう6,8 で鳴くことでウーパーピンになって3ピン数ピンと落とせるなってなったんですよね。はい、はい、さっきまでは数ピン落とせづらかったんですけど、チーピンが通ったことでね数ピンほぼ通りますよね。これ3ピンがもう4枚見えてます、ね、数ピン短期にしか当たらないと、はい、やるしかないんじゃないですか。これは背底もずらせるしちょっと泣いちゃいましょう、ね、はい、はい、さあチーピンを仕掛けます、はい、9ピンは鳴かなくてよかった、はい、で、まあ一応ね数ピン短期をケアして今3ピン切るか、まあ、全員の安全な3ピン残して先に数ピンを打つか、どっちがいいですか？対面の押し返しだけなんですよね。数ピンさすがに対面に数ピン切りをくれることはないので一応3ピンからにしようかな。はいはい、わかりました。まあこの後天敗をできるかどうか、ただもうこれ背底をねずらせただけでもねちょっとね良かったかなと。大きいですよねそれも、さあそして親の手が止まった。親がもう何が出てくるか、なんかもうブツブツ言ってましたねまあ言ってないけど E1 でした。なんだこれは現物の E1。ごめん、喋ってて顔見てていい本手出しだったか見てなかった。手出しでした。手出しだったよ、はい、ちゃんただったのかなと。ああ泣いてんの789ですもんね想像。それかトン掴んだ時が、トン切った時が E1 掴んだのか、まあまだ親はちょっと分かんないな、うわー嫌な牌もこれね、親に打てない牌持ってきましたね。打ってた牌ですねこれ。最悪ですね一巡ごとの気持ちの上昇となんか落ち方がもう半端ないですね。でも親の動向次第ではシャア2枚切れ、切る価値が出てくるかもしれないですか。そうです。天敗したらね白はねかなり切る土俵にまず乗りますね。あパーピンが結局はいウーピンだけの受け入れになっちゃいました。今張るとね白切っちゃおうかなって悩んでますが、あこれでもう切ってもいいのか。ダメです。ダメなんですか。もうテンパれば白はね、いやどうするかな。これ結局最後にこう出てく両層だったり数層がどうですか。そう結局イーシャンテンではそもそも打たないんですよ。これが3層とかウーパーピンだったら白切りは検討の余地ありなんですけど、結局テンパらない残りつも番が2回、白切ったところでリャンソか数層余る、それは上下どっちにも怖い、これ終了のサインです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあおります。はい、チーピンですね。これはウーマンかチーピンか、はい、ウーマンも大丈夫です。どちらから切ってもかなり同じぐらい、まあそうですね。はい、ここで完全にお店を閉めます。ただね、つも番が2回、切り番が2回あるんですよね、はい。あ、ローピンも通った。これでウーワンローピンでもう、はい、はい、足りましたね。足りましたね。いや、ここまでこうかなりこうなんですか、やるぞ、やる気だ、無理だ、あ、もう一回やる気だ、ね、あ、無理だのことね。そうですね。すごい上下運動の激しい一局となりましたけど。麻雀はね、本当にね、上下激しいんですよ。かなりこれ頭使いましたよ、また一局で、うん。一巡一巡考えることが変わってくるんで。もうせめて降りてくれ1500払うか1000点払うかの外際だ。なるほど、やめてくれと思いながら残り見るわけですね。手出し嘘、あー、あー、電波取りに来た。うおー、高め、高めだ。三眼光ができていました。すごい。リーチ三眼光6400、今回は横移動で終わりました、うん。皆さん手配を開けてください。さあ、このような形になりました。なるほど。おー、親は今点ですね。天敗なら一旦止めた嘘を切って勝負ってことですね。うん、まあそうですね、天敗は本当に見合いますからね、はい。さあ、というわけでこの後はここからね、次は乱入となります、うん。皆さん頑張っていきましょう、はい。そうですね、頑張ります、はい。ご視聴ありがとうございます。次回もお楽しみに。